月亭はちみつの8チャンネル。どうもー。さあ、今週の土曜日がなんとママの誕生日なんです。そして我が家では基本的にもちろんサプライズというようなものがないし、下手くそやと思うのやったとしても、だから当日にやるとバレるから、今日は5月の30日31です。で、6月5日が誕生日になっております。今は多分警戒ゼロやと思うね、ママで。基本的にはね、ずっと家にいてるんです、ママが。なので今日は嘘のちょっとロケに出ていただいております。コストコへ行って、コストコで爆買いするというロケに今ご機嫌に行っております。なのでとりあえずはママが帰ってくるまでに、ちょっと時間ないねんけど、ケーキをね作ってあげようかなと。いつもママが作ってくれるやんか。だからどうしようかなと思って、一応素材はある程度買ってきてんけど、どうする？ママの美味しそうなケーキイメージどうしよう。チョコレートいっぱい乗せたいな。それあんたやろ、それ。じゃあママチョコレート好きやん。ほんま、だからママの好きなやつにしたってや。ママチョコレート好きやで。ほんま、うん、チョコレートいっぱいのやつ、うん、アイスはどう思う？アイスは2段階ケーキ。2段、私1段派で、絶対2段やって、スポンジを楽しもう。2段の方がなんか弾力がある、まあ、2段の方が確かに、まあ可愛いやん、うん、生クリームもいろいろいけるし。何乗っける？アイス、スポンジって1個、スポンジ1個やね。何の？いや、あっちイチゴよりバナナ早いからな。いや、私バナナ派は聞いてない。ママが、いや、アイスもバナナ派じゃなくて、今日はママが喜ぶやつ。パパはちょっとイメージしててやんか。ママはコーヒーとか好きやから、あ、うん、だから例えば生クリームをコーヒー混ぜて、うん、カフェラテめっちゃ飲むやん。もう永遠飲んでるよ、ママ。え、そんなんできんの？いや、分からんね、分からんから、ちょっとあんたの力を。そう、アイスカフェラテ風に生クリームを仕立ててやるとか。できひんことはやらんほうがいいと思う。いけるって、いけるって、いけるんちゃう？あ、どう？いや、わからん。不器用3人組やのに。いや、違う、やめてば絶対アイスのこと。こういうのやっとった方が絶対、もし彼氏とかできた時にやで。ケーキとかさ、アイスは女子力高い。いや、だからほんならちょっと頑張ろうや。どうする？一応、まあフルーツも置いてんけど、どう？例えばチョコレートなのか。フルーツよりはチョコ派か。チョコ派ね。な、チョコと、いや、パパが言ってる、コーヒーのやつした、あ、いいやろ。あ、いいんすよ、オッケー、コーヒーオッケー、うん、あ、ほんなら生クリームとコーヒーを混ぜなあかんねんけど、これちょっとあれやな、不安なのがね、いつもだいたいね、ママが作るときはお菓子に関してはいつも言うやん、ちゃんと分量せな、ほんまにうまいこといかんでって言うやん。え、粉を混ぜるってこと？違うやろ、まずコーヒー作って生クリーム混ぜるの、と混ぜるんやろ。そやねん、だから生クリームと思ってんねんけど、それがうまいこといくかどうか。オッケーオッケーオッケー。わかる。それがかかり。マジ？ちょっとコーヒーをとりあえず作ろうか。コーヒーな、カフェオレ。作れる？パパ作ったらコーヒーは。うわ、うまい。あ、いいよ。今回はね。たらーん。皆様。うまい。うますぎる。ポワールさんに協力をいただきまして。イエーイ、ありがとうございます。特別生クリームも作っていただきました。生クリームと、もうポワールが自分らで使ってるショートケーキとか、あんなに自分らが使ってるやつやね。でね、これね、ポワールさんが言ってたのはね、冷やしながら混ぜたらええらしいで、うん、ボールない、ボール、ちょっと待ってや、はい、これをだからここに氷をちょっと入れて、私氷入れる、はい、ありがとう、氷をそこに入れるんだけど、で、これをこれを、そう、これをこう、あ、これ難しい、パパや、いや、混ぜますね、じゃあ、入れたがり、混ぜますね、はい、お願いします。混ぜすぎたらあかんっていつも言ってたの、ママが。硬すぎるのはあかんと思って、いける？アイス何したらいい？マジない？いや、あれ言ってた、ポワールさんが言ってたのは、硬めがいいって言ってたよ、最初は。2段にするには、柔らかかったら、あれやねんて、挟んだ時に潰れんねんて、柔らかかったら。
ちの方がいい。ちょっとこれ味見してみ一回どう。なんでその味見すんのよ。指で取るとかしいや。うん、そう深くないこれ。うん、美味しい。いける。硬すぎる。美味しい。私の方がぬるうまい気がする。アイスの方がうまい。とりあえずほんならこれこうアイス塗って上のやついいよ、濡らしてあげる、うん、しゃし上のやつ塗るわ。じゃあ、おーよくねこれ。うん、これでもえ、これコーヒー混ぜへんの。おー忘れてた。これはだからまず塗ったんちゃう。上にコーヒーしたいんちゃう。ここは普通に、下は生クリームしといて。了解。うまい。塗んの薄すぎ。もうちょっとクリームさ食べる時もあの。だから追加してるでしょ。はい、たっぷりお願いします。あ、見て、うまくない。うまい、めっちゃいい。で、周りもアイスちゃんさ、これを一回周りはカフェオレやで。え、周りじゃなくてこっちの周りやで。だからカフェオレやん。周りカフェオレするか。で、これをさ中にイチゴ入れるとか言って。あ、いいね。いいね。バナナでもいいよ。中はバナナにしようぜ。待って、でも上にイチゴやろ。バナナかな。バナナ君、じゃあ私バナナ。アイスが動くと何かが起こるのよ、いつも。私バナナ。結局アイスが動くと。あ、まだやね。ちょっと待って。コーヒーと混ぜたらいいやん。え、これちょっと冷やしとくわ。コーヒー冷やそう。待って、叩かれそう。包丁の使い方わからん。そう。逆？いや、合ってると思う。なるほど。分かった。え、けどもうちょっと濃いっていうか。やったろか。やりたいだけやろ。なんだその切り方。あんたさ情けないな。家庭科習ってないの。使い方わからん。これでも家庭科の成績いい方やねんけどな。ねえ、バナナってネチョネチョしてるな。うん、ネチョネチョ。これはコーヒーと混ぜるやつやな。ちょ、ええ感じかも。コーヒーと混ぜるやんな。うん、うん。パパこんな正直作ったことないからな。集めね、実は初めて。だからアイちゃんが一番コロナ禍では作ってるはずやで。うん、初めてやけど、まあ私器用やって自分では思ってるから。こういうのさ、ほんまこう周りにさ。じゃ周りだからあれじゃないの。え、周り塗らんといてよ、コーヒー塗るから。いや、ま、一緒やん、ま、ほんまに理解力ないわ。いや、ま、理解力あるよ。混ぜんねんから一緒やんか。ちょっと待ってって。全くそう。みんな仲良くしようや、みんなね。ごめん。今日はチーム力でいこうや。癖で癖が出てます。シャッと入れて、アイちゃんはそれを混ぜる。うん、もうちょっと入れてんじゃん。あ、混ぜ終わってからの方がいいで。混ぜてるよ。私コーヒー、ちょっとゆるゆるにはなったけど、どうやろう。これ多分もうケーキ作る人からしたらもう信じられへんやり方やろな、多分やけど。無理。泡立ててみよう、もう一回。あんまりやけど。あ、これもう難しいな。これ以上あんまりもういじらん方がええ気がする。あんまりやすいな、カットなんで。意外に早くないですか、私ら。上はなちょっと緩い方がいいねんて。硬い方がいいねんて。うん、硬いのは中が硬い方がいいねんて。へー、ちょっと緩い方がいいって言ってたよ。なんでなの。え、緩すぎちゃう。これはいや、緩くない。緩い方が滑らかで。いや、ちょっと緩すぎ。マジ固まらんって、これは、うん、え、見てよ、これこんな感じよ。汚いわ。大丈夫、いけるっていけるよな。お皿変えようか、これな。上に乗せたら大丈夫。じゃパパが整えるわ、アイシャ最後は。逆に俺ママのリアクション逆にも見たいわ、これを見て。どうなんだよ。てかわいそう。誰かわいい。
で全部使うんでええで、アイシャ。そんなもう生クリームの気持ち悪いやつだらけになってまうから、アイシャ無理やろ。本当入れすぎちゃう。全部使うんでええで。いやだからちょっと省略省略というか削ろう。いやいや危ない危ない、押さえてやるの危ない。いやパパやるわ、もう怖いわ、あんたら怖い。パパやらして。ここがやりたいのになんでさ、じゃあ押さえとかなさ。怖いわ怖いわ。パパの方が怖いやつ。大丈夫そう。パパのイメージ言っていい？かったあのブラックサンダー大好きやん、ママ、うん、ブラックサンダー好きやからそれでも乗せやすいように一口サイズのやつを買ってきてやんか。だから粉々にするよりは形も乗したいんじゃん。形乗して真ん中は変やん。え、粉々にしたやつかけたくない？粉々にしたやつかけようどうする？あ、これおいしそう。マッチして。え、あんまり今ちゃんとやってや、あんたそんなあ雑にせんとさ。あ、これを、わかった、こういうことじゃん。あ、それいいやん。足りんけど。嫌だ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 嫌やねえ、嫌やねえ。いいやんいいやん、かわいい。正直さ、うん、パパ彼氏やったらさ、あんたのもうこれでちょっと冷めるわ、パパは。申し訳ないけど。あ、指でいいんちゃうか、指 5個で。ママいつも手でいろいろやってくれてありがとう。2個系っぽいよ。こっち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 。手でこうやってるイメージする。こうこうやって持ってる持ってるイメージ。ハロウィンもしかしてハロウィンパーティーすんの？分かり方気は。なんだもう。初めにさ、パパはさ、ママが泣いてくれたらええのになと思ってさ。思ってんねん。これ泣く要素ゼロやね今。クリームちょっと足そう。あ、マカロンもあんねんね、マカロンが。落ちてきたよ。マカロン2個だけ乗せようか、ほんなら。一番好きなお菓子がマカロンです。思いやられる。いやー、かわいい。あんたら絶対さ、今後さ、彼氏とか友達にさ、ケーキするときはもうお店で買いや。マジ？私かわいい。これはね、子供たちのね、小さい時の写真と、ケーキかわー。こうやってやってて。ちなみにママ割って見せようと思ったら手が汚すぎた、はい、いやそんなんこっちの方がええやん、あ子供の頃の写真の方が。え、私とアイシャ2人になるよ。え、超かわいい。これ店に売れる。売れるで、これは普通に売れるようになるやで。どうでしょうか、じゃーん、完成だ、これ完成。ママはどんなリアクションするんでしょうか。そっちのさ、そこの端っこにこれ止めてもらって、こうやってやったらいいやん。お前ここに入ってて、あ、いいよ、入ってて、あ、めっちゃいいこと思いついちゃった。うん、ハッピーのとこがいいな、やっぱり。で、そこでテープピッて貼っとってやサプライズが。ちょっと待って、足元だけ気をつけて。
チコちゃんどこにおるか見てない。ここは座るとこだけ教えたって。そう、あ、座れた。いけた。うん。では、ママ誕生日おめでとう。5日が誕生日で、はい、ちょっと早いんですが、今週の土曜日がママの誕生日。まあせっかくやからこんな機会ないし、ちょっと早めの誕生日を、お祝いということで。ありがとうございます。一応忖度で年は隠してますんで、年は内緒にしてます。はい、忖度、いやどっちでもいいですけど。で一応、誕生日プレゼントとしては犬のおしっこプレゼント。はい、プレゼント貸してる。まだされてんの？一応まあお誕生日ということで、普段は、まあ、基本ママが全部やってくれる、みんなの誕生日を。なので今日は子供と、パパとやろうかということで、一応誕生日ケーキも作りましたんで。そうなの？はい、でママの好きそうなやつを、作りましたんで。感激、もう見た瞬間、本人が作ったの？才能ありすぎる。ママの好きなものづくし。なのでちょっと待っててくださいね、はい、撮ってきますんで。だではママケーキ、サプライズケーキです、どうぞ。すごくない？すごい。あ、それで今日言ってたの？あ、そう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 。あ、そうなん、すごいね。これ一応、ま、テーマとしてはわかりますか、うん、このこれ。これわかる？何に見える？富士壺みたいな。富士壺じゃないです。アイシャ、教えてあげてください。ママがケーキを、ケーキに指を突っ込んで持ってる。アイスちゃん、アイス作、はい、アイスデザイン、いい感じの指輪、はい、あと、生クリームが、はい、まあ、何がいいかなというみんなで考えた結果、何の生クリームにしたんですか、これは。コーヒーと混ぜました。毎日ママは夏でも冬でもアイスカフェラテをもう山盛り飲んでおられるので、はい、アイスカフェラテ風に、やらせていただきました。感動です。はい、食べますか、せっかく。あ、あとこれ上のやつね、ママの好きなやつです、これ。なんでしょう。ね、当ててみて、ママの好きなやつ。あ、私、ママが好きなやつはあれですか、ブラックサンダー。正解。私ママ取って。あ、ママとね、やったー、イエイイエイ、嬉しい。では切り分けはどうしようか、これほんなら、ちょっと待ってや。え、ね、スポンジとかはスポンジ、うん、ポワールさんにスポンジをお願いした。だからママが、うん、とりあえずコストコに行ってる間に、うん、なんとかこう、うん、え、そんなんいつの間に計画してくれてたの？え、うん、え、本当に感動やねんけど。泣いてもいいよ、うん、ママ泣くと思った。え、ちょっと涙枯れてるけど今。泣いちゃうぐらい嬉しい。どうでしょうか、中身はどうでしょうか。これはパパの好きなやつが入ってますね、中に。え、これはね、うん、はい、どうぞ。で、いい、子供たちのちっちゃい時の写真にしてみました。これはね、どこで撮ったかというとね、はい、どうぞ。あ、ママ倒るぞ。人生初の王子動物園。あ、そうなんね、撮影で行った。あ、そうか、そうなんね。よくわかんない。これはどう、覚えてる？記憶力いい。これは、ディズニー2人で行った。ディズニー2人で行ったやつ、うん、そう。いや、アイスも行ってない。アイス行ってないね。2人で、ミオリさんの、うん、やったかな、なんか旅行の、覚えてんの、みんな。中はね、普通の生クリームにして、うん、外はコーヒークリーム。ちなみに、中のクリームは私がしたくなった。コーヒークリームは私のアイディアです。いただいていい。はい、どうぞ。いただきます。ブラックサンダー砕いたのは私です。どうでしょう、うん、お味は。おいしい。やっぱりもうスポンジが全然違うね。スポンジ入ってる。え、何入ってる？バナナ。バナナ入ってる。そうバナナ違えた、切った。なんかバナナなんで買ってきたのかなって思ってたんだよ今日。あ、そうだから、いろいろ買って何がええかなと思って、うん、いただいてます。おいしい。
くん俺ら隠してたもしかして、ね、いいのでえ待ってみんなで一緒にいただきますよかと思ったいいのでいただきまーすめっちゃコーヒー感あるこれそうあるコーヒー感どうでしょうかマカロン食べれたの、うん、なんか、うん、あ久しぶりかも食べれたうまいめっちゃおいしい思ったよりうまかった、うん、なあ作ってる時このクリームめっちゃ難かったんコーヒーを溶かして、どうやした冷やして混ぜてん、うん、ほんならなんか緩まったり固まったりめちゃくちゃ難かったけ ど、ね、あでも美味しいわこれ、はいうん、チョコフレークないですよそうほんで、今日バナナとか買って隠しとってんけどママに見つかってんあ何これって言われてあ置いとってって言ってそうなんかバナナがあるのになんか袋に入ったまま置いてあったから、うん、なんだこれと思ってでだからボールはとりあえず見つからんように下の冷蔵庫にすぐ入れてんだからママが下の冷蔵庫見てたら、うん、やばかったねバレてたらと思ってこれ美味しいわなんでこんな美味しいんやろ、うん、いや不思議やわスポンジ、うん、いやスポンジめっちゃうまい、うんね、スポンジもあるけどやっぱ私の愛じゃないかな、うんアイスの愛の方が強いからあれや家族の愛だとりあえずこのスポンジはポワールさんに言ったらポワールさんが、うん、あのスポンジ本気で作らせてもらいましたって言った、うん、あの集中して本気で作らせてもらいましたから、うん、え知ってた今日のだからさいやママだからもともとこのコストコ行ってるやつはママを家から出すためのやつやからなあの自然に、うん、自然に逆にあの大量に買ってきたからびっくりしたわびっくり予算オーバー全然ええけどだからママはママがやっぱり、うん、いつも家おるから、うんうん、だからだからわざわざさあのケーキ何するっていう作戦も、うん、一昨日とか、うん、わざわざママから一番離れなあかんと思って、うん、お風呂入ってる時にもうほんまケーキどうするみたいなあの扉越しのケーキケーキのシャワーの音で聞こえんようにしながら作戦会議やで、そうやったん私昨日なケーキ案を書いて絵に書いてやってたやつもどっか行ってんけどママしてたあ書いててんケーキの案だから大変やでそうや大変やでもうだって家のとこにはさ必ずママがおるからさ、うん、全く気づいてませんでしたそうやろコストコ行く前ちょっと危なかったですよね何のねあそうだから今日はココアが、うん、ほんまはこれのケーキ作ったら撮影あるからママに友達と遊ぶって言って、うん、嘘ついてたよな、うん、でそれを誰とどこでみたいなそうどこでって聞かれてココア知らんかってココアがママにそんなこと言ってること知らんかってほんならココアはパパに連絡してきてん今日ママがここにおんのにほんならママが「えなんなんパパに電話してなんなん?」みたいな言い出してで友達で俺もどうしようかな思いながら「なんか友達と遊びに行くのなくなった」みたいな「えさっき遊びに行く」言ってたのにココアはココアなんか知らんけど「いやそれやったらドタキャンされたと思われへんママに恥ずかしいやん」とか言い出してそういうことじゃないでも危うくバレかけてんのに「いやちょっとなんか私そんなドタキャンされるそんな そう嫌やわそんな思われてんの」とか。だからそんなんでもほんま危うくやで危なかったわでもよかっただってさなんでママに電話してこへんなんて思ってんなんでパパなんて思ってん悲しかったうんなんか私めっちゃ言ってましたよねそれねめちゃめちゃ言ってましたそうめっちゃ言ってた変じゃない私に変じゃない変じゃないそうそうそう全員で無視してましたみんな聞こえへん聞こえへんふりして俺もやったことない初めては変なパズルみたいなゲーム触り出してくるやったことないパズルごまかそうと思っていやでもよかったわうん、うん、嬉しい あとはね一応ねママにお手紙をみんな書きましたんでうんはい、ではお手紙が一応ありますんでココアちゃんお願いします私からじゃあね、はい、ちょっと読みます、大好きなママへハッピーバースデーお誕生日おめでとういつも楽しくて優しいママがほんまに大好き、相談とかいろいろ聞いてくれてありがとう3人でケーキ作ってみたけどマジヤバかったです私ら3人ともママおらんとこの先生きていけないと思いました、でも頑張ったから美味しいって思ってくれたら嬉しいです美味しかったまた
次まためっちゃ楽しかったから次アロマと作りたいです、これから勉強とか歌とかダンスもママに自慢したいと思えるような子になれるぐらい頑張るのでこれからも頑張ります。これからもママは私の自慢の大好きな母です。45歳も幸せな年にしてね。ココアより。ママへいつも料理とか家事とか私たちのこといろいろしてくれてありがとう。いつもママには感謝ばっかりです。受験のこともそうやし英検も学校も通わせてくれてありがとう。頑張って受験と英検受かります。また家族で、漫画喫茶とか行きたいね。マジで早く行きたいです。ほんまにこれは行きたい。部屋とかもデコレーションとか家具とかするの手伝ってくれてありがとう。おかげでめっちゃ早く可愛くなった。この世界にこの家族に生まれてくれてよかった。そして私のことを産んでくれてありがとう。これは何をしても返せないことです。返せない恩です。これからも勉強とか英語とか頑張るから応援してね。これからまだまだいろんなことがあると思うけど一緒に乗り越えて一緒に進んでいけたらいいなと思ってます。こんなに長く長と手紙書いたけど、お誕生日おめでとうってまだ書いてなかったからハッピーバースデーお誕生日おめでとう45歳ありがとうですね。それと、僕も書きました。初めてではないでしょうか手紙書くのは。死の絵死が笑うとか言われた初めて。で笑うキモすぎてなんだ。笑ってないで。ええや別に。死の絵。ママ誕生日おめでとう。早いもんで17年目やね。いろ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 とあるけどいつも文句も言わずに辛抱してついてきてくれてありがとう。感謝してます。落ち着いたらまた。いっぱい遊ぼう。しの大好きです。あのさママ泣くとこやねここ。あんたらさママが泣くとこやのにさ笑わんとってくれる。もうしのが今強すぎて修正でした。やめてくれる。ママ泣くとこやねんから泣き笑いや。後でママのあの泣くとこだけカットもらいますんで別で。あの韓流ドラマ見てもらえますか。一旦泣く準備。ママありがとういつも。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。感謝感動。よかった。本当に、はい、今初めての人生で。あそう。うん、まあ、なかなかまあこの家族がなかなかないもんなこういうのが。パパの誕生日何もせんかった。今年のパパの誕生日なんてもうスルーしたな。完全にスルーです。やめてもらえますか今後。今から遅いから言ってください。ありがとう。でも今日はママ良かったからとりあえずもう今週いっぱいはママゆっくりできるように皆さんお片付けとか頑張ってやろうね。とりあえずこの動画が6月の5日に今出そうかなと思ってるからその日、一応まあハッピーバースデー生配信じゃないけど、この動画が出た、そこは1時間後か2時間後かな生配信しようと思いますのでまたそちらを見ていただきましたらその時はもうサプライズもクソもないけどなんか食べながらお誕生日しようせっかくですね。はい、はい、ということでとりあえずママおめでとう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回も見てね。